皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。本日はステーブルディフュージョンウェブ UI から少し離れてコミック AI というサービスを紹介しますね。実は私は小さい頃に漫画家になりたかったのですよ。結構人気の職業ですよね。でも自分で絵を描くことが上手にできなくて諦めていました。今は AI 画像生成技術があり、うまく活用することで絵が描けなくても漫画家になれるかもしれません。ただ自分で全ての環境を用意して AI 画像生成で漫画を描くのもそれはそれで大変だと思います。小回りとか吹き出しとかも難しいし、 AI 画像生成だとキャラクターの一貫性を保つのが難しそうですね。そうですね。そこでそのあたりの環境を用意してくれて、しかもある程度のところまでは無料でトライできる環境をコミック AI さんが用意してくれています。使ってみてとても楽しかったので紹介しますね。私はトーヤさんの動画を見て基本的な使い方を学びましたので、基本的な使い方はトーヤさんの動画を見てくださいね。この番組ではどのような画像が生成できるのかについてを中心に見ていきたいと思います。最後にアリスが作った漫画も見せますね。流れとしてはまずモードを選択します。モードの選択により生成される画像のタイプが異なります。今回はジェネラルを選択していきますね。後から変更できないのでじっくり選んでね。次にストーリーを考えますが、簡単な設定を考えれば AI で自動的に短いストーリーを書いてくれます。今回は設定として不思議の国へ迷い込んだアリスとそれを導くユキちゃんのストーリー。ユキちゃんは魔法使いの先生で、アリスは成長して魔物を討伐するとしました。可愛い女の子が出てきてストーリーを作ってくれました。そしてそのストーリーに合った登場キャラクターを自動的に生成してくれます。ではキャラクターメイキングを見ていきましょう。このようなキャラクターですね。右側にプロンプトが書いてあります。アリスに関しては私が生成途中にアリスをクリックしてしまったのでプロンプトが途中になってしまいましたね。そのせいで画像が男の子っぽいですね。ではプロンプトを追加して画像を生成しましょう。こんなプロンプトにしましょうか。生成してみましょう。画像ができました。おお、結構良いですね。プロンプトの茶色の髪や目の色、髪の長さ、服装もちゃんと反映してくれました。可愛いですね。追加の画像の生成には3マナが必要ですが、かなり配布されていて毎日のログインでも支給されますので、思ったキャラクターと違えばどんどん生成していきましょう。ユキちゃんの画像も見てみましょう。ユキちゃんはしっかりプロンプトが書かれていますね。最初から可愛いですね。このままでも良いですが、少しプロンプトを変更して生成してみましょう。画像がこちらです。猫耳が出ましたね。服装もラフな感じでユキちゃんっぽくなりましたね。こちらも可愛いですね。このままキャラクターを使いたくなるのですが、せっかくなのでキャラクターを作る他の方法も見ていきましょう。キャラクターメイクのもう一つの方法としてはローラ学習をする方法があります。オンライン上でローラ学習できるということですね。そうです。今はキャンペーンで無料で使えるようです。自分でローラ環境を作りにくい人は画像を用意してここでローラ学習させてみてはいかがでしょうか。グラボが弱くてもオンラインでローラ学習できるのはありがたいですね。しかも無料です。用意する画像もいつもローラ学習に使うような画像で良いと思います。トレーニングのページにもトレーニングに使う画像選びのコツが書いてありますね。ローラの画像については私の動画でも何度か取り上げていますのでチェックしてみてくださいね。私はアリス役として原神のフリーナさんを使わせてもらいましょう。え、ちょっと可愛すぎない？いいんですよ。こういう時は用意した画像はこちらです。いろいろな角度の画像で背景は白にしました。768×768 のサイズで用意しました。結構ガチで画像を用意しましたね。枚数は少し少なめですがどうでしょうか。トレーニングのページに画像をアップロードして学習を行いましょう。ローラ学習ですのでこれには15分から30分かかりますよ。お茶を飲んで待ちましょう。さあできましたよ。
アリス役の画像がこちらです。おお、結構良いですね。完全にフリーナさんの特徴を捉えていますね。内部の設定は分かりませんが、良い具合に学習されていると思います。これは予想以上の出来でしたね。素晴らしいです。じゃあユキはナヒーダちゃんでお願いします。いいですね。このような画像セットを用意しましたよ。こちらも背景が白で 768×768 の画像ですね。トレーニングのページに画像をアップロードして学習を行いましょう。出来上がったキャラクターがこちらになります。おー、素晴らしい出来ですね。そうですね、完全にナヒーダさんですね。可愛いですね。素晴らしいです。これが無料でできるのはやばいですね。あとは悪役の魔王さんも生成しましょうか。こちらもローラで作成しました。これはフリーザ風の画像ですね。そうですね、フリーザさんの画像をもとに学習しましたので。そうでしょうね。キャラクターができたら新規キャラクターから学習されたキャラクターを選択しておきます。では次にシーン別の画像を生成しましょうか。ここでは素晴らしいキャラクターの一貫性とシーンの画像をサポートする機能についても紹介します。ある程度パネルが用意されており、ストーリーも設定されていますが、好みのものに変えながら作っていきますね。まずはアリスのシーンですね。フリーナさん、アリスを選択します。下のアクションからポーズを指定できますので、ポーズを指定します。これで生成。綺麗な画像になりましたね。背景に森を入れたいので、イメージ説明の内容を少し変更してもう一度生成。ちょっと顔が歪んだのでもう一度生成。綺麗な画像ができました。次はユキちゃんのシーンですね。ナヒーダさん、ユキちゃんを選択します。ポーズはこれにしましょうか。生成。 AI に任せるときはポーズを選ばなくても大丈夫ですよ。おお、これは一発 OK ですね。かわいいです。同じような流れでどんどんシーンを作っていきますよ。ある程度シーンの流れを設定してくれているので、作業がどんどん進みますね。画像も綺麗ですね。下の参照画像モードに画像を入れて画像を生成してみましょう。フリーナさんとユキちゃんが入ってる画像にして、ウエイトを H にして、フリーナさん、アリスを選択して生成。フリーナさんが2人生成されましたね。今のところはローラ学習キャラは1人しか採用できませんからね。私の動画でも紹介していますが、ダブルキャラローラは結構難しいですからね。ナヒーダさん、ユキちゃんバージョンも生成しましょう。こちらもナヒーダさんが2人生成できました。この画像も後でうまく使っていきましょう。景色だけの画像も生成できますよ。コツは英語のプロンプトでランドスケープオブに続いて描きたい風景のプロンプトを書いてくださいね。日本語だとあまりうまくいきませんでした。キャラクターは選択しないでね。私はプロモードを使っているので、取り込んだ画像のポーズを指定できます。オープンポーズ、マイアートで作成した人形さんでいけるでしょうか。この画像を使いますね。ではプロンプトも入力して生成。ポーズもしっかり再現してくれてとても良いですね。この後は今たくさん作った画像を組み合わせて吹き出しや画像をつけて漫画を作ります。キャラクターを作るのもとても楽しかったけど、組み立てて漫画を作る作業もすごく楽しくて時間を忘れてしまいましたね。そうですね、特別な環境を用意しなくても比較的クオリティの高い画像を生成してローラ学習までできてしまうコミック AI は結構楽しかったですね。これで漫画を量産して毎日の X に投稿しながら楽しみながらスキルを上げていくのもありですね。まだいっぱい使っている人が少ないので、使いこなしてこの分野のパイオニアになるのも良いですね。そうですね。では最後に私の力作をご覧ください。ここはどこ？ここは不思議の国よ。え？魔王を倒しましょう。これが魔王城。さあ行きましょう。俺は魔王だ、ギャッハハ。私の魔法を受けてみろ。私の魔法に勝てるかな。えい。なんじゃこりゃ。勝ったわ。やったわね。ありがとう、私超最強。魔王よわ。二人の力によって不思議の国の平和は守られた。あー、絵は結構良かったけど
アリスが漫画家になれないのは絵が描けないせいではないことが分かりましたね。そうですか。かなり良くなかったですか。ストーリーとセリフにセンスのかけらもありませんね。がーん。本日はコミック AI を紹介しました。使い勝手や画像の質などは発展段階ですが、少しずつ改善されていますので、このユニークなアプリを使ってみてくださいね。面白い短編漫画を作成して X に投稿してね。本日の動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。